川チャンネルの吉田勤です。現在この今玉上がりと無罪中野の戦いですが、9回裏にこの明大中野が得点を挙げまして、今現在同点に追いつかれたところです。ちょうど私にこの間電話が何本も9回になりまして電話がかかってきて、その間に電話に応対をしている間にリーを進められたり、今得点をされたところです。せっかくこの3点のリードだったんですが、7回1点を入れました。さらにこの9回の裏に2点入れました。現在まだノーアウトの状態でランナー2塁1塁という状態です。ここはせっかくまで勝ち残ってきてましたので、勝ち抜いてきてましたので、ぜひこのままこれ以上加点を許さず、この延長戦に入ってもらいたいという願いです。青木君ずっと今まで一人で頑張ってきておりますが、ちょっとやや9回に入りまして疲れましたか、今まではなんとか決めてましたが、ここで2点入れられまして同点に今なったところです。ファウルボールです。声援がこの飛んでるところです。今大迫力の応援がついているところです。玉川君ぜひ頑張ってこれを抑えてもらいたいと思います。そして延長戦に持ち込んでもらいたいと思います。ライン取りました。おそらくこれはトップでしょう。タッチアップはなりません。ようやくワンアウトです。ワンアウト1塁2塁明大中野の攻撃が行われているところです。玉川県が3点を先行しましたが、明大中野が7回に1点、9回裏に2点を入れまして同点に追いついたところです。ピッチャーここで変わります。サードの守備の選手がピッチャーを務めます。今までずっと投げ抜いてきました青木君がサードに変わります。